平均年齢 26.7 歳、若さあふれる新生ドラゴンズ投手陣。そんな中、一人ブルペンで黙々と投げ続ける投手がいた。山井大輔、40歳。今やチーム最年長となったベテランが思わぬ苦難と戦っていた。苦戦というか、まあちょっと探ってる段階ではありますけど。原因は今シーズンから採用されたメジャー式の硬いマウンド。ストライクが入らない。余儀なくされた一からの再スタート。やらなあかんっていうのはしんどいよ、しんどいけど、はい、でもそれやらないとできないから、やり続けないといけない。やり続けるしかない。18年目のシーズンを前に突然目の前に立ちはだかった壁、それを乗り越えようとするベテラン投手を追った。1月、山井は鳥取にあるワールドウィングで自主トレを行っていた。11年前、肘の痛みを取り除きたいと小山泰史さんが提唱するトレーニング法を取り入れた。かつては山本雅也、岩瀬らもここで体作りを行っていた。今年41歳を迎えるベテラン山井が10歳近く年の離れた田島や祖父江らと同じメニューをこなす。やっぱ走れるっていうのかっこいいわ。はい、かっこいい。はい、かっこいい。はい、かっこいい。いかんぞ。はい。皆さん、これが頭が良すぎた。シャレについていけないんですよ。理解ができない時あるんですけど、考えたらなるほどなっていうことがいっぱいある。2002年、ドラフト6位で入団した山井は、ルーキーイヤーから6勝をマーク。その後は中継ぎ、抑えとフル回転。2014年には13勝を挙げ、最多勝、最高勝率の2冠を獲得し、ドラゴンズのエースになると思われた。しかし、ここ数年は打ち込まれる場面が増え、登板数も激減した。病は限界ではないか。そんな言葉もささやかれるようになった。去年も今年もまあそんな数字も残してないという中でまた契約をしていただいたので、まあ本当に何とか結果を残さないといけないし、勝つことで恩返しできると思うんですけど、しっかり勝って、そうという気持ちでやってます。2月、キャンプがスタート。山井は初日から居残りでブルペンに。その表情は明るかった。え、ママ？いや、グッズ。レイグッズ。足が弱いわ、足がまだまだ。今年どっち行くんですか？先発、中継ぎ。そこしかないです。ルイスもお願いします。こっちじゃないです。長年病のボールを受け続けるルイスは、いやもう本当にものすごいいいキレのある球が投げられてるので、この初日なのに、キャンプの初日なのに、まあ体勢が変わったっていうことと、まあ僕も本当に
首の皮一枚つながってるっていう状態と思いますんで、まあ本当に新人に戻ったようにがむしゃらに練習して、まあ、飛ばすってあるじゃないですけど、まあ誰よりもやってやろうかなっていう気持ちが強いですね。今年こそは、その言葉一つ一つから山井の気迫が伝わってくる。しかし第3クールキャンプが始まり2週間が過ぎた頃だった。しきりにマウンドを見つめる山井。全部怖がった。もうなってない。高いから自分。実は今年から名古屋ドームのマウンドがメジャーリーグで使用されている硬い土を使ったマウンドに変更された。それに合わせキャンプ地でも同質のマウンドが作られた。指揮官、与田監督も山井の異変に気づいていた。その前から、硬いとどうしてもね、なんていうかな、反発っていうか、その足ついた時にぐっと踏み込んでいきたいのがもうそこで止まるから、全部上半身やっぱ突っ込みがちになったり横にぶれてしまったりとか、苦戦というか、まあちょっと探ってる段階ではありますけど。病のような下半身を低く落とすフォームの投手はマウンドが硬いと歩幅が微妙に短くなり、その結果ボールをリリースするとき上体が前へ出てしまうという。キャンプ中盤、メジャー式のマウンドで初めて打者と対戦した。ストライクが入らない。手応えという部分で、いや、ない、まだ全然、はい、いただきます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今年こそはと挑んだベテランの目の前に突如立ちはだかった壁。それを乗り越えるために山井が出した答えは、投げ続けること。山井は毎日ブルペンで投げ続けた。もう壊れてもいいから投げろ、それぐらいの気持ちでもう言ってやろうと思って、やらなあかんっていうのはしんどいよ、しんどいけど、はい、でもそれやらないとできないから、やり続けないといけない。やり続けなくてはできない。プロ18年目のベテランが自分を追い込み続けた。キャンプ終盤、山井が今年初めてのオープン戦に登板した。1イニング12球、打者3人をきっちりと抑えた。登板を終え、山井がすぐに向かったのはブルペン。いい感触を忘れたくなかったのかもしれない。
不安しかなくて、はい、思うようにキャンプ そのブルペンのピッチングっていうのは思ったように進んでなかったから、まあ、どうかなと思ったけど、まあ、やっぱそのサンクル後半ぐらいから少しずつ良くなってきたのが、まあ、今日の試合ちょっと出せて、はい、まあ、安心なんかないけど、確認できるところは確認できたかなと。山井の目に輝きが戻った。チーム最年長がここから再スタートする。若返ることはないけど、はい、若いピッチャーより若いなっていうようなピッチングしたいし、はい、ベテランっていう投球というより、はい、まあ新人みたいながむしゃらさもあってもいいかなと、はい、この年になって、はい、それぐらいちょっと必死になってプレーをしたいんで、はい、まあ、そういうところを見てもらえたら嬉しいかなと思います。